はい、どうも峰島です。今回はマコナリーなんですけど、マコナリーの最近の動画にツッコミを入れていこうということでお話ししていきたいと思います。結構僕にね、これどうなんでしょうって言って画像が送られてくるんですけど、一つはですね、これゴルフの話をしてます。これ多分趣味の話かな、やったらいい趣味トップ10みたいな、そういうやつだと思うんですけどね。その動画だと思うんですけど、最初ゴルフの話してたんですよね。でゴルフマコナリちゃんやってるみたいなんですけど、ゴルフスクールは先生はガチャって言ってて、私は実はこれでスクールに4つ通ったんです。3つ目までで数十万のお金を投資しました。だけどほとんど上手くならなかったって言ってます。まあ僕もゴルフスクール行きました。でまあまあそこそこ100切るぐらいは回れるようになって、まあベストスコアで88かな、確か88だと思います。まあそれぐらいにはなったんですよ。でこの前って言ってももうね、1年か2年クラブ握ってないんですけど、行った時は100切ったのと100ちょいちょいってやつかな。実は直近のやつでね、行く途中にね事故っちゃってね、大変でした。そんな僕のゴルフの話はさておいて、そのゴルフスクールってマコナリちゃんの言う通りで、みんな先生一緒ですよと、力量一緒ですよって言うんですけど、明らかに違いが出ます。例えばね、有名な選手が出ている大学出身とかね、例えば松山英樹とか、あれは東北福祉大なんですけども、東北福祉大の出身のゴルフのティーチングプロとかに習うと明らかに違うんですよ。これはまあ僕が実際にゴルフスクールに行った感想でございます。なのでまあその辺は差が出るのは間違いないですね。結構ね、僕ねこのゴルフスクールだけじゃなくてラウンドレッスンも行ってて、バリューゴルフってやつがあるんですけど、あ、これ案件じゃありませんよ。バリューゴルフっていうのがね、1万5000円ぐらいでそのプロと一緒に回れるっていうやつがあるんですよね。プロも打つ時もあるし、ただ単に回るっていう時もあります。で、あでもないこうでもない言われながらやるんですけど、プロと回って1万5000円だったら安いですよ。まあぶっちゃけ言うと、まあコースはそんないいところじゃないんですけどね。そういうところでいろんなプロとこう話をしていくと、合う合わないありますね。いろんなプロに話を聞いた方がいいとは思いますし、あと知り合いとかでね、超上手い人がいればその人と回るのが一番上手くなるコツですね。まあプロだとちょっとこうおべんちゃらを言うんですけど、本当の友達とかだったら結構ズバズバ言ってくれたりとかするんで、まあそれも性格なのかな、合う合わないあると思います。まあでもそんな感じでね、ゴルフはマジでコーチは教え方上手い人、下手な人います。これは間違いないです。で僕は何が言いたいかというとですね、マコナリちゃんは教えるという教育のビジネスをやってるわけですよ。プログラミングスクールですね、テックキャンプ、こちらをやっております。今はどうかは分かりませんけれどもね、最近調べてないんで、テックキャンプは去年炎上してる時かな、その時のテックキャンプ調べていくと、ど素人を雇って研修3ヶ月ぐらい受けさせて、それでもうすぐ現場のコーチとしてね採用していたということがあります。今はどうか分かりませんよ、どうなってるのか、そこら辺は最近全然追ってないんで。だけどそうやって自分でね、ゴルフでいいコーチと悪いコーチがいるって分かってるんであれば、せめて自分の事業に生かしてね、まあそれはコストが上がるんでっていうのは十分分かりますよ、十分分かりますけれども、やっぱり何かを教えるっていうことは、その道のプロ、より教えるレベルが高い人を雇っていかないと、やっぱ素人をねちょいっと雇って、そしてその素人に教えさせたんではね、ちょっと研修したぐらいで、これじゃあやっぱり質が高くなっていかないと。まあ昨日の鴨頭の動画でも言いましたけども、無料でこういいこと言って動画でね、それで有料で来ていただくお客さんに対して、その払っていただくお金よりもそれ以上のサービスを提供すると感動してファンになってくれると。ところがマコナリちゃんのテックキャンプの場合は高いんですけれども、そこまでいいサービスではなかったということなんで、アンチがいっぱい増えちゃったということなんですよね。まあ今はどうか分かりません。改善されてるかもしれませんし、そのままかもしれませんけれども、ぜひね、いいコーチを雇ってやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。それからね、もう一個、三角コーナーは捨てろってやつですね。マコナリちゃんが言うことなんですけども、まあいつもこういうこと言ってるわけなんですけど、私は仲間の家でこれをもし見つけたら何も言わずに勝手に捨てますということで、三角コーナーですね。これトイレのね、トイレブラシも捨てるとかなんとかって言ってたんですけど、勝手にね、勝手に捨てるのはまずいと思います。一言断りましょう。犯罪だとは思うんですよ、厳格に言うと。で、友達に一言言ってこれはいかんよって言って、まあ、捨てるっていうのはいいとは思うんですけども、確かにね、三角コーナー、僕もね、まこさりちゃんの言うことはようわかるんですよ。キッチンの中で三角コーナーあると、特にこの夏場なんかはね、変な匂いが湧いてくるわけですよ。そこに生ゴミとか入れてるとね、それは僕も共感する部分はあるんですけど、勝手に捨てちゃいかんす。これは一言友人に断りましょう。刑事事件になって逮捕されるというところまではいかないと思いますけどね、友人であれば。だけど勝手に捨て
ますっていうのをこの YouTube の誰もが見てる不特定多数が見てるところでそれを言っちゃいかんす。確かにね、そうやって言った方がね、え、この人何言ってんのっていうぐらいの方が YouTube は受けがいいんですよ。それはわかりますけれども、そこで受けを狙っても意味がないんじゃないかなと思います。逆にね、倫理観どうなってんのと、会社の社長がそんなこと言ってあなたは大丈夫なの倫理観っていうことで突っ込まれるべきポイントになっちゃうんで、それで逆に突っ込まれてもいいよと思ってやってるんだったら僕はいいとは思うんですよ、そうやって言ってもね。だけどそれで例えば僕みたいにこうやって言った人を法的措置を取りますとか言い出したら、それはえげつないっすよ。それだってわざと突っ込ませてるところだから。そういう風に言ってもらうと、僕みたいな人間はこうやって突っ込めるし、その突っ込みが入ることを前提に動画作ってるんだったら、まこなりちゃんはあ、やったやったって思うぐらいがいいんじゃないですかね。もちろんそんなおかしなこと言ったら僕は突っ込みの動画を作ろうと思いますんで、まあそれでね、法的措置を取ります、法的措置を取りますって言い出したら、これはまあ人気は落ちますんで、まあまあそういうことでございます。まこなりちゃんまたね、動画でちょっと面白いことを言うと、僕のところになんか連絡が来てね、峰島さんなんかまこなり変なこと言ってるよという連絡が来ますんで、頻繁には取り上げませんけれども、ちょいちょいとこうやって拾って取り上げていきたいと思いますんで、見たい方チャンネル登録お願いします。それじゃね。